緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。しかし異変は突然でした。みるみる川の水位が上がり出すと、ついには道路にあふれ出しますが、事態が飲み込めません。早くして！早く！このあと津波の様相は一変します。緊急情報受信しました。少女が車に乗り込んだ次の瞬間、少女の車は流され、3人の孫が乗っていた車は津波の力で納屋の天井に押し付けられます。耐えること2分、今度は引き波に。水中から顔を出したのは利文さんです。みんな大丈夫か？黒い車とともに流されたように見えましたが、とっさに納屋の隙間に身を隠していたのを探しに納屋を出ようとしますが、引き波に押し戻され、なすすべがありません。み
車の中にいた子